ムージー様が帰ってきた。それでは確認させていただきますね。はい、リストにある任務はすべて完了しています。旅人さん、パイモンさん、お疲れ様でした。連絡を受けてすぐに駆けつけていただきありがとうございます。あなたたちが来てくれていなければ、これほど大量の依頼処理できていなかったでしょう。ひひ、お安い御用だぜ。でもこの2日間確かに忙しかったけど、ほとんど荷物の配達やキャラバンの護衛ばっかりだったな。人手が足りないって聞いたから、てっきり重要な任務だと勘違いしちゃったぞ。お二人ともベテランの冒険者ですから、確かにこういう依頼をお願いするのはもったいないですよね。ただモンドは毎年この時期になると似たような状況になるんです。え、どうしてだ？はい、そうです。今は穀物や果物の収穫時期であり、お酒で有名なモンドにとっては1年で最も重要な醸造の期間となります。農家は新鮮な農産物の販売を急ぎ、大手酒造業者は質の高い醸造の原料を買い付けます。なるほど。最近お酒に関する話題をよく耳にするのはそのせいだったのか。え、なんだと？本当か？ああ、代理団長がみんなを本部のホールにお呼びなんだ。早く行かないと間に合わないぞ。おい、待ってくれ。あのセピロス騎士の2人、だいぶ慌ててるみたいだな。よう、旅人にパイモンじゃないか。元気にしてたか？あ、ガイア、ちょうどよかった。騎士団の方に走って行ってるんだ。心配するな。お前らの手を必要とするようなことじゃない。実はさっき大団長から騎士団に手紙が届いてな。代理団長が本部にみんなを招集して、その手紙を開封することになったんだ。なるほど、それなら安心。って、ちょっと待った。今言った？セピロス騎士団の大団長って、噂に聞くあの遠征の指揮を取ってるファルカ団長のことか？ガイア、その手紙には何が書いてあるんだ？遠征隊の状況はいつ戻ってくるんだ？おっと、まさか俺よりパイモンの方が大団長のことを気にしているとは。意外とおせっかいなんだな。よく耳にするけど、会ったことがない人だし、気になるのも当たり前だろ。陣団長も騎士団の生きた伝説だっていつも言ってるから、オイラすっごく気になってたんだ。それに遠征隊がここを離れてかなり長いよな。それなのに具体的な動きを耳にしないし。代理団長の評価も随分と控えめだな。あの人は伝説と呼ばれるようになるまでの間、周りにかなり迷惑をかけてきたんだぜ。詳しくは時間がある時にでも話してやるよ。お前ら随分と興味があるようだし、せっかくの機会だ。一緒に騎士団に行ってその内容を聞いてみないか？栄誉騎士もだいぶ顔を出してないだろう。みんな寂しがってるぞ。うん、じゃあ行ってみようぜ。キャサリン、またな。はい、気をつけて行ってらっしゃい。Thank you.
さて、どうやら人も揃ったみたいだな。あら、かわいこちゃんにバイモンちゃん、あなたたちも来てたのね。手紙のことを聞いたのかしら。ああ、さっき冒険者協会の近くでガイアに会って聞いたんだ。おー、ホールにこんなに人が集まってるところを見るのは初めてだな。なんだかオイラまで緊張してきたぞ。そう固くなるな。俺が知る限り、大団長が手紙なんかを書く暇があるってことは真面目な話じゃない可能性が高い。それに悪い知らせじゃないのも確かだ。ガイアは少し誇張しているけど、私も同意見だわ。何しろミカは感情を顔に出しちゃう子だからね。ほら、階段の手前、ジンの横に立っている子よ。彼は以前エウルアのタイで測量士をやっていたの。測量の才能に恵まれた実直な性格の子よ。遠征隊が出発する際、大団長にタイの石膏の要として任命されたの。今回の手紙も彼が持ち帰ったものね。全員揃ったようだな。みんな静かにしてくれ。これより大団長からの手紙を読む。ミカ、任せたぞ。はい、ジン団長。皆さんこんにちは。僕は遊撃小隊の測量士ミカ。これまで遠征隊と共に任務を遂行していました。ではファルカ大団長からの手紙を読ませていただきます。セピュロス騎士団の諸君、元気にしてるか。ファルカだ。まず最初に伝えたいのは、今のところ遠征隊は全員無事だということだ。安心してくれ。よかった。ああ、手汗でびしょびしょになってたよ。あの、続けていいでしょうか。ああ、続けてくれ、ミカ。ということだから、こっからの内容はリラックスして聞いてくれたまえ。この手紙を焚き火の横で書いている今、俺と遠征隊はテイワットの北境に駐屯している。遠征の目的は過去に残された危険な秘密だと俺は言ったが、今もそれ以上のことは言えない。だが任務の進捗について心配無用だということだけは保証する。この2ヶ月の間、俺たちは思いがけない人物と出会った。ファデュイの執行官、隊長だ。え、隊長？ファデュイがモンドで好き放題暴れたことは知っている。だが結果から言えば、今回隊長は俺たちに牙を向けていない。かっこ、おそらく今回スネージナヤと俺たちは運命共同体にあるからだろう。かっこ閉じ。経歴や出身を見抜かれないよう、奴は仮面で全てを覆い隠していた。だが奴は紛れもなく鋼鉄のような人物と言えよう。生身の人間でありながら神々へ挑むことを恐れていなかった。奴ならばクレイのクレヨンを使って遺跡守衛のあの目ん玉みたいなコアを突き刺すことができるだろうな。かっこ、お前らは試すなよ。かっこ閉じ。偵察兵によると、隊長は3日前、命令を受けて、ナタへ向かったらしい。ようやく、奴を警戒する必要がなくなって、俺らもぐっすり眠れそうだ。奴の行動が、俺たちに少しばかり役立ったことは認める。だが、それを加味しても、奴はまだ、俺たちに借りがあるのは確かだ。今頃モンドはブリーズブリュー祭を迎えているだろう。残念だが、今年もお前たちと祭りを楽しむことができそうにない。
遠征隊の奴らはモンドの酒とお前たちと共に過ごした日々をいつも恋しく思ってる。モンドの民と一緒に祭りを思う存分楽しめ。ついでに俺たちの分も飲んでおいてくれ。暁ワイナリーが毎年出すブリュー祭限定ワインをな。モンドにバルバトス様のご加護があらんことを。俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるように。ファルカ推進。隊長と俺どっちがすごいかというと、この俺に決まってる。隊長なんざ騎士団には10人もいるんだからな。はあはあはあ。手紙の内容は以上です。ありがとうございました。ミカ、ご苦労だった。ジン団長、その手紙の最後のページの裏にも何か書いてあるようです。追追進、紙が足りないからここに書いておくぜ。リサ、お前へのメッセージだ。あ、大団長からリサさんへのメッセージのようです。あら、私に？特別なメッセージのようだ。リサ、また後でゆっくり話そう。みな、大団長が言ったように、数日後にブリュー祭が開催される。このタイミングで遠征隊から無事を知らせる便りが届いたのは幸運なことだろう。彼らはモンドに戻り、共に祭りを楽しむことはできない。だが、ブリュー祭は皆が楽しみにしている行事だ。離れた地で頑張る遠征隊のためにも、そして勤勉なモンドの人々のためにも、各自持ち場を守り、職務に励んでほしい。もちろん、休みの間は適度にリラックスしてくれ。久方ぶりの祭りを楽しんでほしい。今日の会合は以上だ。解散。ファデュイの隊長の話が出てくるなんて、オイラの聞き間違いじゃないよな。なんだか重大な事件の匂いがするぞ。でもファデュイのことなんか一旦忘れようぜ。それよりもブリュー祭ってただで飲み食いできるお祭りっぽくないか？もっと情報はないのか？可愛い子ちゃんたち、一緒にジンとお話ししない？さっきは人が多すぎて挨拶もできなかったでしょ。うん、そうだな。早速ジン団長のところに行こうぜ。あ、こんにちは。あなたはそのガイア隊長をお探しですか？僕のことはどうかお気になさらず。え、嘘、どうしよう。あ、ガイア隊長、僕何を話せばいいんでしょう？遠征隊に長いこといたのに相変わらずだな。さっき流祭について俺に聞いただろう。今お前の目の前に立っているのがあの伝説の栄誉騎士だ。えへん。そしてオイラが伝説のパイモンだ。皆さんどうも。お強いのですね。僕感激しました。あのエウラ隊長に報告しないといけないので先に失礼します。言っちゃったぞ。残念。もっと遠征隊のことを聞きたかったのに。本当に残念だ。だが気にすることはない。あいつの目には町の話題の人物としてお前たちが映ってるんだからな。きっと時間が解決してくれるだろう。次に会う時は自然と仲良くなれるかもしれない。そうだ、ちょっとしたヒントをやろう。あいつとは野外での探索について話してみるといい。そうすれば信頼を得やすくなる。
来たか、リサ。大団長の手紙はそこのテーブルの上にある。旅人にパイモン、久しぶりだな。さっきは仕事でバタバタしていて挨拶もできずにすまない。もし時間があったら少しモンドで過ごしていったらどうだろうか。もうすぐモンドでは武竜祭が始まるんだ。ジンは数日前からあなたたちのことを話していたのよ、リサ。ゆっくりおしゃべりしててちょうだい。私は手紙を読んでくるわ。うん、モンドはオイラたちにとって旅の原点とも言える町だからな。大切な思い出もたくさんあるし。そうだ、ジン団長、武竜祭についてオイラたちあんまり詳しくないんだ。どんなお祭りなのか教えてくれないか。ああ、もちろん。武竜祭はバドルドー祭やウィンドブルーム祭と同じく古くからあるモンドの伝統的な祭りで、周期の重要な行事でもある。毎年秋になるとモンドには西風が吹き始める。これは収穫期に漂うお酒の香りが魅力的で、お酒を愛する風神を引き寄せるからだと言われている。どこにいようとあの方はそよ風となって故郷に帰ることができるんだ。おお、まさに風神のイメージ通りだな。そのためモンド人は西風をブリーズと呼び、武竜祭はバルバトス様を迎える祭りとして始まったという。かつてはこの時期になると住民たちは新しくお酒を作り、翌年の武竜祭のブリーズデーまで開けないようにしていた。人々が熟成したお酒を開けるということには、風神を招いて共に飲むという意味がある。風神がそのお酒の味を気に入れば、喜んでそよ風を呼び、尊い祝福を与えてくれるという言い伝えがあるんだ。あいつの性格からして、来年もみんな美味しいお酒が飲めますようにとかじゃないか。祝福の具体的な内容は私もよくわからない。これらの言い伝えはあまりに古く、細かな内容は失われてしまっているんだ。時代を超えて語り継がれてきたものって全く別の形になってたりするからな。例えばモンド人は風の花はどの花なのかって議論したりするし、いわゆる民間伝承の一つね。ああ、本題に戻るが、ブリーズデーでは風神を祀るという風習が今でも残っている。そしてこの祭りもモンド人が収穫の喜びを分かち合い、美酒を味わう祝日になっているんだ。毎年この時期になると異郷を旅しているモンド人が故郷に帰ってくる。モンドに帰ることができない人であれば、武竜祭の時期は最も故郷や家族が恋しくなるんだ。おお、だから大団長も手紙に俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるようにって書いてたんだな。今年のイベントはセピロス教会と冒険者教会が協力して清泉町郊外のシードル湖で一緒に祝うことになってる。そして期間中は伝統的なブリューフェアを開催するんだ。ブリューフェア？ああ、これはもともと酒造業者と農家がお酒の原料を取引するための市場だった。今では出来上がったお酒だけでなく、この時期にしか口にできないジュースやお菓子がたくさん並び、さらにはリユース品や手工芸品を人々が売っている。この機会に騎士団は町のお年寄りや子供たちのためにチャリティーショップを開くつもりだ。おお、なんだか面白そうだな。時間があれば散策してみるといい。欲しいものに出会えるかもしれない。ところでリサ、大団長からのメッセージは何だったんだ？ええ、私もちょうど相談しようと思っていたところよ。大団長にレザーの身分に関する仕事を依頼されたの。レザーは
ーの狼に育てられたって言ってたぞ。両親が誰なのか知らないし、あいつの話によると狼たちがルピカ、つまりあいつの家族なんだろう。私が知っている情報とほとんど同じね。でも大団長曰く、時計の右側にある3番目の棚の一番上に木箱が置いてあるらしいの。中には彼の両親が残したものが入っていて、そろそろ渡す時が来たとのことよ。つまり大団長はレザーの両親のことを知ってたんだな。ええ、そういうことになるわ。大団長とレザーの関係は単に放浪寮で出会って剣術を教えただけではなかったのね。よし、じゃあ早速レザーを探しに行こうぜ。実の親に関する情報ならあいつにとってきっと重要なことだろ。ええ、そうね。すべてお見通しなのね。さすが可愛い子ちゃん。これまで自分とは関係のなかった本当の両親、普通の子なら簡単に受け入れられる話ではないわ。ましてやレザーはずっと放浪寮で生活してきた、人間社会との関わりが少ない子よ。心の準備ができるかどうか。しかし大団長もきっとその点を考慮しているはずだ。もしかしたらレザーのことを考えた上でこのタイミングを選んだのかもしれない。それも一理あるわ。可愛い子ちゃんたち、お願いがあるんだけど、レザーと話してきてくれないかしら。レザーは私のことを師匠として見ているから、悩みがあっても全てを打ち明けてはくれないの。あなたたちはレザーの信頼できる友人でしょ。こういったことなら私よりも話しやすいかもしれないわ。ええ、よろしく頼むわね。それからできればたくさん元気づけてあげて。あの子くらいの年頃はケアとサポートが最も大切だから。教育、指導、これは教育者たるものの責任よ。あなたたちが戻ってくるまでにちゃんと準備しておくから、早く行ってあげて、可愛い子ちゃんたち。レザーのことは頼むわね。他に聞きたいことはあるか。ああ、手紙を送り届けてくれたミカのおかげだな。皆が無事であることこそが私にとって最大の励みになる。しかしファデュイの執行官隊長が現れるとは予想外だった。大団長の言葉遣いはいつも少し独特だが、あんなに人を高く評価したのは初めてだ。今後もし君たちが旅先でその隊長と遭遇したら、くれぐれも気をつけてくれ。こいつはただものではない。他に聞きたいことはあるか。ミカは手紙配達の任務が終わったら遠征隊ではなくエウルアの遊撃小隊に復帰するようにと大団長に言われたらしい。測量士は通常行軍の戦闘部隊に配置され、未知の領域を探索する使命を背負っている。つまり今の遠征隊にかかっている負担は以前よりもかなり減っているということだろう。そういえばミカと話したことはあるか。知らない人の前ではいつも人形のように背筋を伸ばして固まってしまってな。もう少し自信を持ってくれればいいんだが。他に聞きたいことはあるか。安心してくれ、準備は着々と進んでいる。栄誉騎士である君に与える仕事は祭りを思う存分楽しめ。で、いいか。他に聞きたいことはあるか。ああ、武竜祭で楽しい時間を過ごしてくれ。どうだ、俺と一緒に来たおかげでなかなか楽しめただろう。
みんなと武流祭を過ごすためにお前らもモンドに滞在するんだよな。思いっきり楽しんでいってくれ。私が使ってそうな狩り用の罠があるぞ。お、何か見つけたのか？雷元素の痕跡。あ、まさかレザーか？おかしいぞ。以前は狩人たちが活動するエリアを避けてたのに。とにかく痕跡をたどって探してみよう。見ろ、この先に罠があるぞ。どうだ、雷元素の痕跡は感じるか？雷元素の痕跡は放浪寮の奥まで続いてるみたいだ。このまま先に進もう。よし、これで最後の罠も設置完了だ。レザー、ここまでついてきてくれてご苦労だった。平気、走るのは得意。ん？レザー、どうしたんだ？知ってる。匂い。遠くから帰ってきた。友達。あれ、ルラフも一緒にいる。もしかして一緒に狩りをしてたのか？ああ、ちょうど収穫期に入ったからな。イノシシがよく町やワイナリーのあたりで食べ物を探し回ってるんだ。農作物を踏んづけたりブドウ棚を倒したりするならまだマシなんだが、人を怪我させちまったら大変だからな。安全なエリアからイノシシを追い出すためにセピロス騎士団の人が俺たち狩人に声をかけてくれたんだ。茶色の猫おじさんとイノシシを捕まえてみんなを守る。おほ、レザーも随分成長したな。以前は狩人たちを避けてたのに。そう言うな。今回うまくいったのはレザーのおかげなんだ。こいつが狼に話を通してくれたことで、ここらで狩りをしている間戦闘を避けることができたんだからな。みんなとルピカの役に立てて嬉しい。でもたくさん話す必要があるから疲れる。おう、でもオイラたちレザーに伝えなきゃいけない大事なことがあってここまで来たんだ。ああ、俺、知らない。レザーは、本当の両親について知りたくないのか？知りたい。でも、知りたくない。知りたいけど、知りたくないってことか？複雑な心境だな。旅人、さっき仕掛けた罠の調整に手を貸してくれないか。レザーには気持ちを整理する時間をやった方がいいだろう。いや、レザーの言葉を聞いてざっくりとだが予想がついてな。ここ最近俺たちはいつも一緒に狩りをしていた。あの子は口数が本当に少ない。だが一緒にいるうちに多少なりとも性格が分かってきたんだ。
彼はきっと本当の両親に会いたいと思ってる。ただ未知なるものへの恐怖が全てを上回ってるんだろう。俺はこう見えても父親だ。子供については多少の心得がある。ディオナがまだ幼かった頃、狩りで俺の帰りが遅くなると、それから数日間は見捨てられるのを恐れて、俺の行動の全てをじっと観察するなんてことがあった。つまりレザーも本当の親に捨てられたって言われるのが怖いのか。そうだ、それが一番重要な問題だと思う。もしそれが真実だったら、俺たちが何を言っても焼け石に水だ。そして他にも気になることがある。レザーは自分のペースで成長してる。すぐに消化できない悩みも多いとは思うが、確実に変化してる。それだけは間違いない。だが実の両親に関する情報を目の前に突きつけられた時、自分がどこから来てどこへ行くのか、そんな問題を短い期間で考えないといけなくなる。ドラフはなんだか考え方がリサさんと似てるな。これが大人なのか。別の立場の人だと、確か陣団長はこんなようなことを言ってたよな。人を信じて直感を信じるって。お前はどう思う？そうか、レザーにお前たちのような友達がいるのは心強い。おう、ラジャーたち。じゃあレザーを待たせないように早速実行しようぜ。レザー、どうだ、考えはまとまったか？まだ考えてる。心の中が変。ググプラムが刺さったみたい。ファルカ？背が高くてすごい人。よく笑う。まあ信じる。俺に優しい。名前をつけてくれて戦いを教えてくれた。大事な任務で出かけたけど、俺会いたい。知ってるか、ファルカは手紙を書き終えたのにわざわざレザーのことを裏に書いて、お前の両親のものを渡すようにリサさんに頼んだんだ。つまりそれがお前にとって特別な意味を持っているって考えたんだ。それにたとえ何があっても、旅人とオイラ、リサさん、それにお前の友達全員がレザーのそばにいるぞ。その通り、茶色の猫おじさんもお前を応援してるぞ。ああ、ありがとう。決めた。俺はお前たちと師匠のところに行く。そう来ないとな。先に行ってくれ。俺は手元の仕事をさっさと終わらせて帰るつもりだ。武流祭が始まる前に娘との時間をたっぷり過ごさないとな。おう、じゃあまた今度な。リサさん、レザーを連れてきたぞ。師匠、俺物を見に来た。あら、オオカミちゃん、元気そうでよかったわ。もう二人から説明を受けたようね。さあ、この木箱がそうよ。さっき取ってきたばかりでまだ開けてないの。もし決心がついたら自分の手で開けてみて。うん、もうついてる。お、箱の中は細々としたものばっかだな。てっきり
手紙とかそういうのがあるもんだと思ってたけど、まさか時間が経ちすぎてパルカが他の木箱と勘違いしたのか。匂いがする。お、匂いって何の匂いだ。ずっと昔嗅いだことがある匂い。あの人たちの匂い。人間のパパとママの匂い。子供の頃に嗅いだ匂いを覚えているなんて、そんなことあるのね。さすがレザーの嗅覚。野生じみた感覚も一種の才能なんだろうな。他にも手がかりがないか見てみようぜ。あれ、この毛糸のぬいぐるみ、なんだか歪んでるけど手作りだよな。お、こっちは遺跡守衛のパーツっぽいぞ。おい、見ろよ、このボトル空じゃない。まだ半分以上お酒が残ってる。それに紙が貼ってあるぞ。サウザンド、サウザンドウィンドブリュー。あら、そのボトルの中身サウザンドウィンドブリューなの。師匠、知ってるのか。ええ、噂によるとサウザンドウィンドブリューはモンド人が初めて習得した醸造法で作られたお酒よ。この名前の由来は材料をたくさん入れるからという説と、家庭ごとに醸造した味が違うからという説があるの。様々な方法で醸造され、味をコントロールするのがとても難しいことを本で読んだ覚えがあるわ。でもこの特性は酒造業の立場からしたら扱いにくいものよ。それに彼らは配合が安定しているお酒を商品として選ぶ傾向にあるわ。だから市場や酒場でサウザンドウィンドブリューを見かけることはほとんどないの。狼ちゃん、これはあなたの両親が手作りしたお酒よ。つまりきっと重要なものなんだよな。あ、そうだ、レザー、せっかく鼻がいいんだから開けて匂いを嗅いでみたらどうだ。もしかしたら何かわかるかもしれないぞ。わかった。あれ、すごく真剣に嗅いでるぞ。しかも笑った。どう？甘くてひんやりしててちょっと苦い。好き。いろんなものが入ってる。でも本来の匂いとは少し違う。レザーですら違いがわからないのか。もう少し嗅いでみる。いいのよレザー、自分を追い込む必要はないわ。うまくいかないときはどうすればよかったかしら。違う方法を試す。その通り。偉いわ、師匠の言葉をよく覚えてたわね。そろそろブリュー祭の時期よ。お酒に詳しい人がモンドに集まってくるから、きっとサウザンドウィンドブリューの詳細を知っている人も現れるわ。そうか、その手があったな。開幕式はとても盛り上がるから、可愛い子ちゃんたちも見逃さないでね。レザーも一緒に会場に行って聞き込みをするといいわ。うん、たくさん聞いてみる。そばにいてやるから安心しろ。オイラたちは、お前がデュラフと狼たちの間を取り持ってくれたように架け橋になるぜ。わかった。じゃあ俺先に帰る。人間のパパとママのことルピカに教える。開幕式でまた会おうな。
レザーが最初の一歩を踏み出したこと、師匠としてとても嬉しいわ。かわいこちゃんもレザーとあちこち行って疲れたでしょ。お茶を入れてあげるから一休みしない？みんな待たせたな。今年の武竜祭も無事に開幕できた。祭りの期間はモンドの住民の方々をはじめ、世界中から訪れた人々が美酒を分かち合い、収穫の喜びを満喫できることを願う。ブリーズデー当日は風神バルバトスの帰還を迎えるために灰上げの儀を行う予定だ。風の導くままに。風の導くままに。レザー、もう来てたのか。ああ、人がたくさん。さあ、こっそり人探しに行くぞ。人探し。うん、情報通でお酒好きな吟遊野郎を探すんだ。あいつなら何か知ってるかもしれないからな。やあ、旅人にパイモン。この素晴らしい祭りの時期なら君たちに必ず会えると思ってたよ。綺麗事ばっか言っておいら騙されないぞ。素晴らしい祭りとか言いつつ、結局はお酒が目当てなんだろ。そんなこと言わないでよ。この祭りの魅力はそれだけじゃないんだから。あれれ、レザーじゃないか。最近調子はどうだい？まあまあ、お前に聞きたいことがある。そうそう、レザーはお前に聞きたいことがあるんだ。吟遊野郎、サウザンドウィンドブリューって知ってるか？おや、なんとも懐かしい名前だね。最後にその名前を聞いたのはいつだったかな。実はレザーの両親から木箱をもらったんだ。その中にはお酒が半分入ったボトルがあって、サウザンドウィンドブリューって書かれた紙が貼ってあった。古い製法で作られる歴史あるお酒らしいから、お前なら何か知ってるかもって思ったんだけど。いい匂い。でも何が入ってるかわからない。なるほど、サウザンドウィンドブリューの製法が知りたいんだね。なら僕に聞いて大正解だよ。僕はとある歌謡を知っている。その名も同じくサウザンドウィンドブリューって言うんだ。ブリーズデーまで取っておこうと思ってたけど、友達のためだからしょうがない。どうだい、今すぐ歌ってあげようか。歌謡、よくわからない。でも聞きたい。悪くない返事だね。じゃあ始めるよ。これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで、美酒のボトルをまずろうで封じ、南風は心地よく、北風はたける。美酒はどんな味か、モンドの名、自由の夢。何を発酵させ美酒となったのか、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛。守護の執念はありし日のまま、歌いを掲げる旋風とともに。酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は
ウルオワン。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。拍手ありがとう。この歌謡はみんなの役に立ったかな。お酒と似てる。少し甘くて少しクラクラする。意味はわからない。レザーはともかく、オイラもよくわからなかったぞ。醸造のことを言ってるのは確かだけど、具体的な内容が全くないじゃないか。ぼんやりとしたロマン、これもモンドの歌謡の特徴だからね。醸造の材料に関係しそうなのは、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念、歌いを掲げる旋風。何のことを言ってるのかさっぱり見えてこないぞ。おい、原油野郎、お前実は全部知ってるんだろ。ちょっとくらいヒントをくれよ。おっと、残念だけど僕は教鞭を取る厳しい先生じゃないからね。それに歌謡にない内容をでっち上げろと言われても無理な相談さ。香りの秘密を知るには自分たちの力に頼るしかないよ。自分の力に頼るって、オイラたちで醸造しろってことか。それに醸造したら何かわかるのかよ。おい、原油野郎、嘘ついてないよな。長い付き合いなのに僕の誠意を信じてくれないの？すっごく悲しいよ。信じる。俺、試してみたい。自分でお酒を作って答えを探したい。お酒を作る方法がわかれば、パパとママのお酒に何が入ってるのかもわかる。ああ、その人たちのこと知りたい。レザーがこう言ってるし、原油野郎のことを信じよう。初めてのお酒作りだ。失敗したって別に恥ずかしくないぞ。安心して、自由にやればいいさ。思ったより難しくないから大丈夫。楽しく真摯な気持ちで取り組めば必ず期待通りの結果を得られるはずだよ。うん、歌謡師匠に聞かせる。それから自分で考えてみる。うん、その意気だぜ。じゃあ2日後にまた会うってことでいいか。場所は同じくここにしよう。ああ、覚えた。じゃあまた。話足りないと思ってたんだ。モンドの祭りはどれも好きだけど、武流祭は特に気に入ってるんだ。西風が吹き終わると風神は眠りにつく。残りの冬は風神の管轄外の北風に委ねる。つまり冬眠前のご馳走なんだ。あの子のことならあまり心配する必要はないよ。
旅の中で喜びや自由を見つけるのはモンド人が一番得意とするところだからね。君も自分だけの喜びを見つけ出してほしい。僕にとって君の気持ちはとても大事なものだから。じゃあまた。焦らず、じっくりと答えを見つけてね。新鮮なフルーツはいかがですか？色鮮やかな花が見えますか？そろそろ時間だな。レザーと合流しようぜ。あれ？レザーのやつ、影すら見当たらないぞ。まだ来てないのか？もしかして前回疲れて帰ったから寝坊したとか？そうだな、もう少し待ってみるか。今のうちにオイラたちで考えとこうぜ。原油野郎が言ってた材料ってどれも抽象的だっただろう。探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念、歌いを掲げる旋風。何か心当たりはあるか？うわぁ、余計抽象的になったぞ。品性ってどこでどうやって見つけるんだよ。え、つまりモンドにある組織と関係してるってことか？言われてみればそうかもしれないけど、材料とか具体的な誰かじゃなくて漠然とした概念を指してるのか？そういえばちょうどどれもブリュー祭の主催側だな。いや、いくらなんでも偶然すぎないか。あの火曜、まさか原油野郎がアドリブで作ったものじゃないよな。じゃあ最後の歌いを掲げる旋風は這い上げの儀を暗示してるのかもな。だんだん見えてきたぞ。このまま原油野郎の作戦に乗ってやろうぜ。レザーと合流したらそれらの場所に行って知り合いに話を聞いてみよう。何か新しいヒントが得られるかもしれない。英雄騎士のお兄ちゃんにパイモンちゃん。ごめん、遅くなった。気にすんな、オイラたちも話してたところだから。こいつの知恵のおかげで材料のことはもう見当がついたぜ。ああ、来る途中でクレイに会った。もうすぐブリュー祭だからクレイお出かけの許可をもらえたんだ。アルベドお兄ちゃんはティマヨスお兄ちゃんの特製酔い覚ましポーションのレシピ調整を手伝ってるからクレイと遊ぶ暇がなくって、だから一人で遊んでたの。街に出るとモンド城の大人たちはみんなお祭りを祝ってて賑やかで楽しそうだったよ。だからクレイもいろいろ準備したんだ。自分の得意な方法でお祝いのお手伝いをしようと思って。得意な方法って、やばいぞ、嫌な予感がする。そしたらね、レザーと会ったな。いつもと違ってレザーが考え事してたから何があったのって聞いてみたらね、そしたらレザーはママを探してるんだって。そうじゃない。大丈夫、ママは大切な人だもん。探すのはとっても大事なことだよ。クレイも手伝うから。ああ、レザー、レザー、はあ、やっと見つけた。ベネット。みんなもここにいたんだな。ほら、これやるよ。これってイグサだよな。ああ、その通り。
今朝これに足を取られて転んじまってな。顔を地べたにぶつけて泥まで食べる羽目になったんだが、こいつは無傷で、きっとこれがお前の必要としてる醸造材料だと思ったんだ。ベネットお兄ちゃん、どうやったらイグサで転ぶの？そうだぞ、イグサって光ってるだろ。光るか光らないかじゃなくて、イグサは大きくて目立つから絶対に目に入ると思うんだけど。多分慌てて走ってたから俺の不注意のせいだな。その後同じように何度も転んだけど、話すのはやめてこ。俺レザーがどこに行ったのかあちこち聞いて回ってたんだ。今朝だけでもう何度すれ違ったことか。会えてよかったよ、ようやく一息つける。ああ、ありがとう。材料を探してること、どうして知ってる？ああ、それなら図書館司書を名乗るお姉さんがサイリス会長のところに来て、冒険者協会の人もブリュー祭に参加してほしいって言ったんだ。ついでにお前のことを手伝ってほしいともな。リサさん、まさかちゃんと仕事してる？ああ、あの人がリサさんなのか。すごく頭のいい人だって聞いたけど、あまり外に出ないみたいだから今回初めて会ったよ。材料について俺もずっと考えてて、候補もいろいろあったんだ。本来はお前に直接相談しようと思ってたんだが、結局はイグサがベストだって気づいてな。だって光を放ち冒険者の道しるべになるなんて素晴らしいだろ。ごめん、迷惑かけた。はい、そんな堅苦しいこと言うなよ。お前の気持ちはわかるし、友達を助けるのは当たり前だろ。もし俺の家族親父たちが何か必要になった時、お前もきっと助けてくれるだろ。ああ、クレイにできることはない？クレイも混ぜて一緒にやりたい。クレイは元気だな。一番お祭りの雰囲気の影響を受けてるんじゃないか。ベネット、お前家のこと話したの初めて？それは俺は小さい時から両親の顔を見たことないからな。教会の先輩冒険者たちに育てられてきた。普通の家庭とは違うんだ。俺の家のことが聞きたいのなら、そうだな、親父たちの物語で一番すごい伝説から話そうか。ベネットお兄ちゃん、クレイと一緒にママの子になろう。ママは優しいからきっと面倒を見てくれるよ。ブエ、ああクレイちゃん、気持ちは嬉しいけど大丈夫だ。それにほら、俺には親父や仲間たちがいる。それから俺はベニー冒険団の団長だしな。心配するな。クレイ、わかった。じゃあこれあげる。それってボンボンだよな？うん、ずっとぐっすり寝てる爆発しない怠けボンボン。ベネットお兄ちゃんに友達になってほしいな。本当にもらっていいのか？うん、ボンボンも新しい友達ができて嬉しいと思う。俺も嬉しい。そうだな、もしかしたらクレイの影響を受けてベネットの運勢が変わるかもしれないぞ。冒険がうまいこと言って普段見つからないようなお宝を発見できるんじゃないか。もちろん運がいいのはクレイだけって可能性もあるけど、でもこうも考えられるよな。ベネットがついててやればクレイは無用なトラブルを起こさなくなる。そうすれば安心して楽しいブリュー祭を過ごせるぞ。
おう、任せてくれ。俺たち二人で助け合ってみるぜ。冒険、お宝、ブリュー祭、やったー。早く出発しよう。あ、毛皮なでなで、毛皮なでなで。レザーも元気出して。栄誉騎士のお兄ちゃん、パイモンちゃん、レザーのことお願い。ママ探し頑張ってね。あ、うん。うまくいくように。みんな、じゃあまたな。あいつら元気そうでよかったな。あ、本題を忘れるところだった。レザー、さっき旅人と考えたんだけど、多分原油野郎の言う醸造用の材料はどれも大切にすべき品性のことだと思うんだ。もしかしたらモンドの3つの組織それぞれが象徴する精神に紐づいてるのかもしれない。そこに知り合いがいれば必要なものが見つかるはずだ。そうか。どうしたんだよ。他に心配してることでもあるのか。オイラたちに話してみろよ。ああ、俺帰ってからずっと考えてた。俺賢くない。師匠や旅人みたいにできない。それでもやり遂げたい。みんなに助けてもらうだけじゃダメ。俺も何かすべき。人間の良心よくわからない。でも知っておかないと。別の人のパパとママ知る。それから俺のパパとママのことを考える。だから俺は聞く。おお、いいことだと思うぞ。レザーは答えを見つけるために頑張ってるんだな。ベネットが俺と同じだと思わなかった。でも親父たちの話になるとベネットの匂いが変わった。温かい太陽の光に当たった干し草みたいに。そうだな。オイラたちもそろそろマンダ城に戻ろう。セピロス教会の知り合いを探しに行こうぜ。レザーと仲がいいのは多分。すまない君たち、今モンドに戻ると言ったか。実は城内から果物を積んだ貨物車がなかなか来ないんだ。途中で何かあったんじゃないかと心配でね。でもブリュー祭の仕事があるし、俺はここからどうしても離れられない。そこでお願いなんだが、モンドへ戻る途中で貨物車がどうなってるか確認してくれないか。まあちょうど通り道だし。ああ、俺も行く。みんな俺を助けてくれる。俺も返さないと。ありがとう、本当に助かるよ。匂い、あそこだ。お、貨物車が見えたぞ。って、どうしてヒルチャールもいるんだ。まさか、果物の香りに引き寄せられたのか。行こう、とにかく助けないと。みんなは俺が守れ。
ルチャールのやつら、食べ物への執念がすごいな。大丈夫だったか？助けてくれてありがとう。君たちが来てくれなかったら、隊員も品物もとんでもない被害に遭うところだった。ああ、本当に助かったよ。ここで道草を食えるほど余裕はないからね。僕は先に失礼するよ。ハッピーブリーズブリュー。みんな、ブリュー祭を楽しんでくれ。アンちゃん、君にも感謝するよ。ああ、敵につけられてる。敵呼ばわりされるなんて、随分と邪険に扱われたものね。ある意味、私たちは兄弟なのよ。ロサリア、どうしてこんなところに？いや、ロサリアはどこに現れてもおかしくないか。質問を変えよう。兄弟って一体どういうことだ？君の剣術、ファルカから学んだものでしょ。速くて力強い。あのおっさんのスタイルと同じだわ。うん。会話が苦手なようだから、ファルカの口数が多いところを見習った方がいいかもね。彼がいつ戻ってくるのかわからないのが残念だけど。大丈夫。俺、待つ。兄弟、ファルカ。あ、わかったぞ。二人とも父親がファルカだから、血のつながらない兄弟になるんだな。血縁なんてそもそも何の意味もないでしょ。そうね、命が尽きる瞬間、そばにいてくれるのは血縁関係のある人間じゃないかもしれない。冷たい、暗い大人の人。お前も本当の親の顔思い出せないのか？彼の実の両親に関する手がかりを集めるついでに、家族の意味まで教えてるの？まあいいわ、当たりよ。私は実の両親に関する記憶がほとんどない。物心がつく前から会ったこともないわ。別に珍しいことじゃないでしょ。世の中には肉親に日夜会いたいと思いながらも、それが叶わない人がたくさんいる。どうせ会えないんだから気にする必要もない。それよりも自分がどんな人になりたいのかが大切よ。違う、それは間違ってる。ルピカはお互いを守る大切な存在。人間の家族も大切。気になる。あら、そう。仮に自分の両親がいい人だと分かったら、もしくは悪事しか働かない極悪人だと知ったら、どうするつもり？それは君自身の選択に影響を与えるの？そして君はどのような道を歩むつもり？あ、ロサリアの言葉、少し現実的すぎないか？レザーには難しすぎるぞ。誤解しないでほしいけど、何も困らせに来たわけじゃないの。彼は戸惑っているけど、
私と君の知り合いのモンド人は前向きで親切な人が多いから、直接的なことは言えないでしょ。太陽の光は多くを育む。だけど、暗闇に隠れた問題は解決できない。ロサリア。さて、お話はこれくらいにしましょう。花をあげる。私と同じ冷たい花よ。バーバラはブリュー祭の司会イベントで忙しいから、教会の材料選びは私が代わりにってわけ。でも無氷花って本当に使えるのか？酒だるごと凍っちゃうんじゃ。これの霊気は私がすでに処理してあるわ。吟遊詩人も自由にやればいいさって言ってたでしょ。問題ないから持っていきなさい。なんだ、ロサリアって案外気配り上手なんだな。あ、待てよ、吟遊詩人ってあの時お前もいたのか。ありがとう。礼はいらない、ただの恩返しだから。私はファルカにいろいろと借りがあってね、半分姉としてちょっと手を貸しただけよ。早く答えが見つかるといいわね。じゃあまた。もう行っちゃった。あいつ風のように現れたり去ったりするよな。そろそろオイラも慣れてきたけど、優しさに満ちた慈愛、ちょっと違うような気もするけど、手に入れたってことでいいよな。残るは騎士団の材料のみだ。レザー、まだロサリアの言葉を考えてるのか？彼女の言葉、無氷花の風みたい、冷たくて痛い、でも冷たいのは傷口にいい。ググプラムと同じ、ちゃんと考えてみる。その方がいいかもしれない。ああ、考えながらお前たちについていく。だからあなたが一番の適任者なのよ。お、いいところに来たな。ちょうどリサとレザーのことで話していたんだ。どこまで話したか。ああそうだ、サカダルだったな。あれ、欲しいのは守護の執念なのに、騎士団が用意した材料ってもしかしてサカダルなのか？そうだよな。パイモンちゃんの言う材料はもう準備するよう手配してあるわ。ただあの子は真面目で、もうしばらく研究を続けたいみたいなの。だから気長に待ってくれる？それからサカダルについてなんだけど、あなたたちいろんな材料を集めたでしょ？まさかダダウパの谷の大きな鍋でかき混ぜるつもりじゃないわよね。だから悩んだ挙句、質のいい酒だるを暁ワイナリーから譲ってもらうことにしたの。口が達者で頭のいい騎兵隊長を向かわせてね。おいおい、弟子を助けたい気持ちはよくわかるが、全員顔見知りなんだ。社交辞令はそれぐらいにしておいてくれ。だが久々に戻る上にそんなことをしろと言われても、さすがに困るんだが。
どこが困るのよ。交渉はあなたの得意分野でしょ。ブリュー祭はモンドで最も重要な祭りの一つ。それにあなたはディルック様の性格をよく知っているわよね。少し含みを持たせて言うだけでうまくいくと思うわよ。例えばモンド人が久々に過ごす祭りだからいろいろと物が足りない、助けてくれる人はいないかとかあなたがそういうのを聞いたらきっと資金や物資の面で助けてくれるに違いないわ。リサさん、ディルックの旦那から騙し取るつもりだ。そうだな、いいアイデアだ。なら早速出発するとしよう。お、こっちもあっさり承諾したぞ。はあ、レザーの知らないところで働きかけてくれたリサさんに感謝しようと思ってたけど、今はどうしようか迷ってきたぞ。うん、旅人、師匠はいろんなことをしてくれた。苦労した。でも俺、質問に答えられなかった。役に立たない。あら、狼ちゃんったら、何かショックを受けるようなことでもあったの？落ち込んでてもしょうがないわよ。なるほど、そういうことね。じゃあこうしましょう。可愛子ちゃんはガイアと一緒に行ってくれる？私は自分の役割、つまりレザーの心のケアと授業の歩行をするわ。数日したらレザーを迎えに来てちょうだい。その時は最後の材料も準備できてると思うから。旅先での話し相手ができるのは俺にとっても好都合だ。何が正しいのかわからない。でも師匠の言葉信じる。それでいいと思う。あら、口がうまいのね、可愛子ちゃん。でもあなたたちのことは私の負担にはならないわ。行ってらっしゃい。騎士団の代わりにリリック様に挨拶をお願いね。心の中、腐ったラズベリーみたい。酸っぱい。やるべきことがよくわからない。安心して、魔法のようなお悩みリセット術を教えてあげるから。でもその前に、まずは簡単なレザーにできることから始めてみましょう。会話の練習よ。次に誰かの助けを受け入れる時や、みんなの意見に反対する時に的確な表現で自分の考えを伝えられるようにね。うん、俺努力する。きっとブリュー祭も好きなんだろ。来いよ。ああ、すまない、少し考え事をしてた。何か言ったか？はっ、なんでもないぞ。別に大したことじゃないからな。武流祭の時期なのに誰かと思えば、まさか君たちとは。それに君も。おっと、冷たい反応じゃないか。どうやらディルックの旦那にあまり歓迎されていないようだ。なんと言ってもここは俺の家でもあるからな。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣だろ。用があるなら単刀直入に言ってくれ。ようならお前も言及していた武竜祭のことだ。待ちに待った武竜祭を祝うため
代理団長はわざわざ教会と冒険者協会に連絡を取り、イベントを企画した。だが問題は騎士団の財政状況だ。俺が言わなくても想像はつくだろう。騎士団の面倒事なんて僕には関係ない。おいおい、非常だな。俺ですら今のは耳を疑ったぜ。みんなの努力はどれもモンドのためじゃないか。暁ワイナリーのブリュー祭限定ワインを飲んだのはもう随分と前のことだ。モンドの住民たちもきっとそう思ってる。もしかしてお前、自分があまり酒を飲まないからって他人にも飲む機会を与えないつもりか？おい見ろよ、ガイアのやつ露骨にいろんなことをおねだりしてるぞ。そういえば知ってるか？騎士団の連中はディルック先輩が温かい家族のところへ戻ってくるのを心待ちにしてるんだぜ。ディルック先輩の人望があればチャリティーショップの行列も高飛びの浜までできるだろうな。まったく、口先がうまいだけじゃ僕は動かない。そのよく回る舌を動かす体力は祭りの治安維持のために取っておくんだな。経費のことはメモしておいた。ヘルターと詳しく相談するようエルザーに言っておく。つい最近新しい酒ができたところだ。ちょうど日々苦労している労働者たちの慰労に使える。君の名前でサインするか？そんなに俺のことを困らせたいのか。暁ワイナリーから出荷されるものに現騎兵隊長の名前を書けるわけがないだろう。なんだ、よくわかってるじゃないか。ではこの件はアデリンに任せて匿名で輸送しよう。感謝するぜ。わあ、ディルックの旦那は気前がいいな。オイラ飲めないけど今の話を聞いただけでテンションが上がってきたぞ。君たち二人もブリュー祭のために来たのか？レーザーのやつも大変だな。あっという間に大きくなって父親を探すことになるなんて。リルック、助けてやれよ。なんでか知らないけど、クレイは母親探しで、ガイアは父親探しになってるな。その方が言いやすいのかもしれないけど、聞く側は絶対に勘違いするぞ。理解したから問題はない。ワイナリーに少し古い酒樽がある。年季は入っているが特殊加工されていて、烈焔花で長時間焼いても問題ない。これならきっと君たちの要望に応えることができるだろう。おう、それでいいぞ。いつ運びに行けばいいんだ？その必要はない。僕がフェアの方に手配しよう。エンジェルズシェアの屋台のところで受け取ってくれ。やっぱりディルックの旦那とのやりとりはスムーズで楽ちんだな。ヒヒ。じゃあレザーの代わりに礼を言うぜ。礼ならいい。友人同士助け合うのは当然のことだ。ディルックの旦那は情に熱いいいやつだな。うん、そろそろ食事の時間だが食べていかないか？そういうことなら俺は邪魔しないでおくぜ。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣。ガイア様もそうおっしゃっていましたし、残って一緒にどうでしょう。アデリンにこれ以上迷惑かけたくないんだが。遠慮しすぎですよ。あなたは毎回騎兵隊長としてお帰りになるので、私もいつも騎兵隊長にお茶を入れるだけ。ガイア様のために夕食を用意する機会なんてありませんでした。さっきの威勢はどうした？舌がよく回るはずだったが。あディルック、お前アデリンをがっかりさせたくないだろ。まあいい。じゃあお言葉に甘えて、アデリン、
人分追加してもらえるか。おはー、お腹いっぱいだ。アデリンの料理は最高だな。見た目も味もいいから、目もお腹も満たされたぜ。それならよかった。何か食べたくなったらいつでも気楽に来てくれていい。そうか、じゃあ俺も旅人にあやかって来させてもらうぜ。げ、ガイアのやつまたふざけてるぞ。さて、これで用事も済んだし腹も満たせた。仕事に戻るとするか。ガイア様、お気をつけていってらっしゃい。オイラたちもそろそろ出発するか。レザーの方はリサさんに任せてるから問題ないとして、ブリュー祭はやっぱりオイラたちの助けが必要だよな。ディレックの旦那、またな。あ、ディルク様とガイア様が一緒に食事しているのを見るのは久しぶりです。しかしあの場の空気はまあ、一階のメイドがあれこれ口出しすることではありませんね。来てくださりありがとうございます。今後も機会があればぜひお越しください。家族か。うん、なんでもない。君も早く休むといい。僕はレザーと親しいわけじゃないが、何かあれば相談に乗ろう。醸造の材料を準備してるって言ってたよな。そろそろその手配も終わってるんじゃないか。行ってみようぜ。レザーのやつ、歩行は順調に進んでるかな。スクロース様、お待ちください。先輩、パイモンさん、彼女を止めるのを手伝ってください。わあ、びっくりした。お前ら何慌ててるんだ。実はスクロース様と一緒に醸造の材料をあなた様に渡す予定だったのですが、レザー様がいらっしゃると聞いた途端逃げ出してしまったのです。私は知らない人と関わるのが苦手だから、材料を無事に渡せればそれでいいの。そんなのいけません。せっかく二人で頑張ったのですから一緒に顔を出さないと。スクローズ様の手柄を横取りすることになってしまいます。手柄とかそういうのはいいから。つまり騎士団が用意した材料って生物錬金で作ったものなのか。はい、甘さ4倍の夕暮れの実です。甘さ4倍？普通の甘さじゃダメなのか。それにどうして夕暮れの実なんだ。それを説明するには最初からお話しする必要があります。私はお酒の香りが好きで、お酒を作ることについてもある程度勉強と経験を積んできました。結論から申し上げますと、原材料の甘みはとても重要な要素なのです。そこで最適な材料を選出するためにモンド周辺にある甘みを含む植物や果物を全て探し出し、一つ一つ試食してリストにまとめました。同じ材料でも産地ごとに調べています。
例えば清泉町付近のスイートフラワーは誓いの岬よりも少し甘いんです。うわぁ、かなり大変そうだな。問題ありません。騎士団メイドとして当たり前のことをしたまでです。騎士団を代表して守護の執念を見つけることができれば、私にとって大変栄誉あることですから。ノエルの目が輝いてる。でもなんだかリサさんに騙されてる感じがするな。あ、本題に戻りますね。私一人で試食をしていたのですが、それでは主観的になってしまうのではと心配になりました。そこにちょうど研究室から出てきたスクローズ様が現れ、相談をしたのです。あ、どうかしましたか、スクローズ様。急に思い出した。私、輸入したばかりの実験器具を取りに出かけようとしてたんだった。あ、顔色が悪いけど、もしかしてその件を忘れてずっと今日まで研究室にこもってたのか。そうです。すみません。ああ、気にしないで。私にも責任があるから。実験器具は後でマージョリーさんのところに取りに行くことにする。ノエル、話を続けて。あ、はい。そしてスクローズ様から私のリストに対する貴重なアドバイスをいただきました。さすがはプロの研究員の方ですね。褒めなくても大丈夫だから。その後ノエルに事の経緯を話してもらったの。ノエルはそのレザーって子のことを知らないのに真剣に取り組んでた。私それに感動したの。でも私から見るとそれら材料はどれも完璧じゃなかった。私たちに必要なのは糖度が高く発酵しやすい果物。最終的にリストの中からシードル湖周辺で採取した夕暮れの実のサンプルをベースとして選び、改良を施したんだ。生物錬金を通して甘みの特性を増幅させ対象実験を行った。実験が始まった後のスクローズ様の根気強さには感服いたしました。もう褒めなくていいって言ったのに。とにかく五色夕暮れの密会635甘さ4倍版の開発に成功したの。糖度は厳しく測定を行い、色合いとふくよかさも一流。ノエルはそれを簡潔に甘さ4倍の夕暮れの実って呼んでるんだ。まだ大規模な量産を行えないのが残念だけど、今回はレザーに協力できればそれでいいから。おい、どうしたんだよお前。旅人さん、ちょっと話があるんだけど。私、子供の頃から幸せな生活を送っていて、人付き合いが苦手なのに両親には特に何も言われてこなかったの。もっと明るく振る舞いなさいとか言われたことなんてないし、好きなことをやればいいって言われてきた。私分かってるんだ、自分が幸運であったことを。レザーがどんな生い立ちなのか知らないし、想像もつかない。勝手に語るのは失礼でしかない。でも彼が楽しく生活できてやりたいことをやれるのを心から願ってる。スクローズ様。ごめん、また遅くなった。師匠、時間見るの忘れた。ずっと喋ってた。気にすんな、オイラたちも話してたところだから。って、なんだか同じことをつい最近も言ったような。あれ、スクローズがいなくなってるぞ。
レザー様が入ってきた途端逃げたのでしょうか。こんにちは。私はセピロス騎士団のメイドノエルです。こんにちは。こちらの材料を受け取ってください。ただ私一人で用意したものではありません。もう一人錬金術師の方にご協力いただいたのですが、彼女は今その、あ、はい、直接彼女からお渡しできないのが残念です。ポーション、花の蜜、それと風象徴みたいな匂い、合ってる？お、やっぱりレザーの嗅覚はごまかせないな。この夕暮れの実、今まで嗅いできたものよりも甘い。錬金術すごい。ものをいい方向に変化させる、クレイが言ってた。はい、この甘い夕暮れの実があなたにとって最も甘く最高のお酒になるよう祈っております。みんなありがとう。次時間があるときに直接お礼を言う。お任せください。どうにかして毎日忙しくしすぎないようにと彼女を説得してあなたに紹介してみせます。ああ、俺待ってる。さて材料も揃ったし、次はいよいよお酒作りだな。酒樽は確かエンジェルズシェアの屋台に置いてあるはずだ。じゃあまたな、ノエル。はい、お気をつけて。すべてがうまくいくよう応援しております。今回の任務も無事終わりましたね。あ、スクローズ様の実験器具運ぶのを手伝わないと。酒造りの材料はいろんな店を回ってから決めるとな。英雄騎士のお兄ちゃん、レザー、こっちこっち。じゃじゃーん、ディオナじゃないか。てっきりキャッツテールの屋台に現れるもんだと思ってたけど、今日まで一回も会わなかったな。許せない。え、どうしたんだよ。仕業だってクレイちゃんから聞いたにゃ。レザーはパパの友達で頼れるいい人なのに、よくもお酒に興味を持たせてくれたにゃ。レザー、絶対にテーブルに倒れるようなギャーギャー騒ぐ酔っ払いおじさんになっちゃダメだからね。うん、俺よくわからない。なんだか誤解しているような。クレイ、一体何を言ったんだよ。クレイ、ディオナお姉ちゃんにレザーはママを探していて、それを英雄騎士のお兄ちゃんが手伝ってるって言ったの。悲しんでてお酒が必要だからディオナお姉ちゃんに助けてもらおうかと思って。まだ話の途中だったのにディオナお姉ちゃんが。クレイちゃん、それ以上言わなくていいにゃ。私が絶対に阻止するからって言って。それで、そうだったのか。どう突っ込めばいいのか。ディオナはかなり勘違いしてるみたいだな。つまりレザーは両親のことを知るためにそのお酒を再現しようとしてるってこと？
私を騙そうとしてないよね。ディオナお姉ちゃんごめんなさい。クレイの説明が下手なせいで勘違いさせちゃった。怒らないで。レザーのお酒を作るの手伝ってくれる？クレイもお魚をたくさんドッカーンするから一緒に食べよ。ドド君もなでなでしていいや。私別に怒ってなんかないし。クレイちゃんが人助けしようとしてるのは分かった。レザーに悪い影響を与えたくないからつい大きな声を出しちゃったにゃ。レザー自身が飲むわけじゃないならしょうがない。ちょっとだけ協力してあげる。でも先に言っておくけど、私が普段扱ってるお酒は醸造が終わっているものなの。いきなり原材料から作れって言われてもどうなるかわからないから。やったー、ディオナお姉ちゃんはいい人だね。ああ、あなたたち口だけは上手なんだから見ときなさい。よし、できたみたいだ。あっという間だったな。次はこれを置いておく場所を探さないと。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。つまり風が吹くところに置けってことか。風立ちの地はどうだ。風が強い。確かにモンドで風といえばあそこが真っ先に思い浮かぶな。ワクワク、クレイも一緒に行く。私はバカパパの監視をしないといけないから遠慮しとく。クレイちゃん、また今度一緒に遊ぼうね。うん、約束だよ。奇遇だね、君たちも来たんだ。幻遊野郎、どうしてここに？目が覚めたらいい香りが漂っててね。その果実の甘い香りをたどったらここに着いたんだ。うんうん、このお酒に使ってる果実とっても甘い匂いがするよね、クレイ。実は大事なことを思い出したんだ。君たちがお酒の入った酒樽を地面に埋める前にもう一つやっておかなきゃいけないことがあってね。え？まだ何か足りないの？レザ、ボトルに入っていた半分のサウザンドウィンドブリューの匂いを覚えてる？少し苦味が混じってたでしょ？ああ、あった。そう、その苦味が結構大事でね。つまり、これのことさ。タンポポの種？ダンディライオン種はもちろん知ってるよね。モンド人にとって、風は魂を連れ戻し、記憶を保存しておくことができるもの。タンポポの種はその年の最初の風を集めてくる自然の宝石のようなものなんだ。それを酒樽に入れることでその当時の風も保存したことになる。こうやってビシュはその瞬間を記憶し永遠に留めてくれるんだ。つまりサウザンドウィンドブリューは最初のダンディライオン種なんだよ。おー、すごい！クレイたちのことがお酒に記憶されるんだ。どうして決まった味がないかというと、入れる材料は完全に自由だからだね。あ、うん。どうしたの、レザー？パパとママのお酒、タンポポの種以外よくわからない。俺のお酒には友達との感情がたくさん。パパとママ、やっぱりよくわからない。でも、
俺にはみんながいる。みんな頑張ってる。ファルカ、師匠、クレイ、ベネット、茶色の猫おじさん、冷たいお姉さん、笑うふりをする大人の人、グレーの硬そうな女の子、風邪症状の匂いの人、猫おじさんの娘、緑の詩人、パイモン、旅人、みんな覚えてる。お酒作るの難しい。みんながいなければこのお酒は作れない。みんなと一緒に立ち向かう困難は困難じゃない。俺、嬉しい。うん、ありがとう。友達もルピカ、未来はみんな一緒。俺が人間でも狼でもそんなこと関係ない。大きくなったらまた一緒にこの酒樽を開けに来る。うん、いいことを言ったね。銀遊詩人の僕が聞いても文句のつけようがない言葉だ。さあ、残るは酒樽を埋めて熟成するのを待つだけだよ。ようやく終わったな。オイラお祝いしたい気分になってきたぞ。確か明日はブリーズデイ当日だったよな。わあ、風神様が帰ってくるね。そういえばそうだったね。まだ歌謡を全部覚えきれていないから、僕は戻って這い上げの儀の準備をするよ。じゃあみんな、また明日。今夜はぐっすりと寝て、明日の朝は爽やかな風の音に耳を澄ますんだ。そして最高の銀遊詩人の姿を見に来てね。レザー、さっきかっこよかったよ。かっこいい？どういう意味？すごいっていう意味だよ。うん、そんなことない。クレイこそかっこいい。とても好きです。いよいよブリーズデイだな。這い上げの儀に遅れないように早く出発しようぜ。すごい人だかりだ。みんな風神を迎えに来たんだな。あれ、なんかエンジェルズシェアの屋台に人が集まってるぞ。無流祭で売られる最高品質のお酒は這い上げの儀で風神様にお飲みいただいてから販売するのが通例なの。だからみんな並んでいるのよ。まったく、あいつらにとって風神を迎えるのは形だけのことなんだな。リサさんはレザーに会いに来たのか？ええ、少し不安だったけど、さっきレザーと話してお酒作りの旅はうまくいったと聞いたわ。今日は安心して一杯飲めるよね。うわ、リサさんまでレザーたちはもうあっちにいるから早く行ってらっしゃい。お、来たな。うわ、この大量のボトルどうしたんだよ。事情を知らなかったらてっきりお酒を売る屋台でもやってるのかと思ったぞ。
全部レザーのために用意したんだ。今日はみんなが風神様を迎えてお酒を飲んでもらう日だってママが言ってた。風神様に喜んでもらえたら風になってみんなを祝福してくれるんだよね。クレーたち、風神様を喜ばせてレザーを助けてもらうんだ。栄誉騎士のお兄ちゃん、見て見て、これアルベドお兄ちゃんが貸してくれたの。このボトルは親父たちから集めたんだ。途中で割らずに済んでよかったよ。一応見栄えを良くするためだけのものだから、終わったら返す必要があるんだけどな。ママが言ってた、風神様はお酒にとっても強くて、その気になればシードルクを一気に飲み干せるんだって。これとはレザーのパパとママが残したお酒で足りるかな。あ、緑の詩人古本。やあみんな、この場所に立つことができて僕はとても光栄に思うよ。今日はセピロス騎士団の代理団長ジンさんに招かれ、歌謡を披露することになった。サウザンドウィンドブリューをね、僕の最高の歌謡を、風とここにいるみんなに捧げよう。これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで、ビシュのボトルをまずローで封じ、南風は心地よく、北風はたける。ビシュはどんな味か、モンドの名、自由の夢、何を発酵させビシュとなったのか、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念はありし日のまま、歌いを掲げる旋風と共に。酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。酒樽には何がある？黄金色の小麦と生い茂る緑、樽から注ぎし美酒、そこに何が漂う？風鈴の音色と万古の彫刻、我々は美酒を手に歌う。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。旋風が運びし趣向とは、ライアーにまつわる物語と今宵の美しき夢。友よ、共に杯を掲げよう。風神に感謝を。風神に感謝を。でも風が吹いてない。クレー、悲しむな。レザー、どうしてなの？風神様が帰ってこないのはクレーたちが用意したお酒が気に入らないから？そんなことないぞ。クレーは知らないかもしれないけど、風神様は風以外のものにも変身できるんだ。きっと今年は別の何かに変身して帰ってきたんだと思う。え？本当に？もしかしてボンボンになったのかな？おいよし、ボンボンだな。聞こえたか、風神？レザー、風神様から何か祝福はもらえた？ああ。お前たちと一緒にたくさん語れた。たくさん学べた。これでもう怖くない。これが祝福だ。将来大人になってお前のお酒が出来上がったら俺にも飲ませろよ。約束だ。まあ、みんなと分かち合って、みんなと思い出を振り返る。うん、決まりだね。でもクレー、喉乾いちゃった。話してばっかじゃなくて何か飲みに行こうぜ。
そういえばエンジェルズシェアの屋台で売ってる新商品バケーションサイダーがうまいらしいぞ。飲みたい飲みたい。ああ、みんなで行こう。したところに当てろ、小娘。しっかり生きろよ。ここに残れ。お前は我々の希望だ。悪く思うなよ、ガイア。うん、よくやった。さすが我が息子、お前はいつだって私の誇りだ。これほど時間をかけたのにまだ熟成しないとは。いっそ将来息子に開けてもらうか。レザーって名前はどうかしら。お、冒険者らしいいい名だ。それにしよう。店を回ってくる決めたな。武流祭の雰囲気はどうだ？気に入ってくれたか？何か知りたいことがあるのか？肉親と離れ離れになってしまう苦痛は僕にもよくわかる。不幸であることに違いはないが、そのような経験は成長につながるものだ。一人前になりたいのなら、事実に向き合わなければならない。友の協力があれば、より順調にことが進むだろう。開封した熟成酒には、父さんがよく言っていた言葉が込められていた。今の僕を見たら、どう思うだろうか。昔と同じような見方はしないだろうね。そうか。モンド人にとって酒造りは感情を残す過程であり、歴史を明記する手段でもある。戦争は過去のものとなり、生活がより平和になったからこそ質の高い酒を醸造できるようになった。自分が祭りを祝う一員にならなくとも僕は満足している。そういえばバケーションサイダーは飲んでみたか？何か意見があればぜひ聞かせてほしい。いらっしゃい。私の商品を見に来てくれたの？新しく開発したものもたくさんあるよ。まああなたがそう言うなら、そのことね。あらかじめ
生物錬金製品の栄養成分表と価格を紙に書いておいたんだけど、それでもお客さんは直接聞くのが好きみたいで、だから私はそのまんま読むしか。出店とかやっぱり私には難しすぎるよ。接客の仕事はノエルに頼みたいんだけど、彼女も忙しいから。ここでは旧式無氷花クイックフリーズ版、8式スイートフラワー回215香り強化版を扱ってるよ。そして5式夕暮れの未開635甘さ4倍版もね。どれも私の自信作なんだ。あなたなら私が説明書を読まなくても理解できるでしょ。ごめん、あの時逃げ出しちゃって。あなたもノエルも私よりずっとうまく説明できると思ったから。あの後はうまくいった？五色夕暮れの未開635甘さ4倍版を他の材料と調合するときに問題はなかった？それにそのレザーの方は。はあ、よかった。あのお願いがあるんだけど、今回のサウザンドウインドブリューのレシピを全て記録しておきたいの。遠い先の未来でも私たちがまた今日の味を再現できるようにね。はっやっぱりこういうのんびりとした生活の方が私には合ってるわ。あら、もちろんいいわよ。でもごめんなさい、おもてなしに適したお茶が今はないの。大団長が私にメッセージを残したのには正直驚いたわ。まさかこんなにも長い間遠征に出ているのにまだレザーのことを気にかけているなんてね。それに引き換えジンに対して厳しいんだから。だってブリュー祭の仕事をもろもろジンに任せておいてねぎらいの言葉すらないのよ。大団長が帰ってきたらジンの肩を持ってあげないと。いや、でもごめん、そういえばレザーっていう名前は大団長がつけたものだとずっと思っていたけど、本当の両親がとうの昔に考えた名前だったのね。うん、ええ、そうね。レザーは両親の声が聞こえたって言っていたわ。太陽に照らされた岩に触れたような温かさと安心感。彼の中にいる両親はきっと優しくてすごい人なんでしょうね。いいわよ。でも自分へのご褒美としてちょっとだけ飲むつもりだったんだけど、ブリュー祭の限定ワインの味は他とは全く違うの。気がついた時にはすでに少し酔ってしまっていたわ。かわいこちゃんは真似しないでね。また会ったわね。いいわ、何か聞きたいことでも。ええ、彼の手紙ならバーバラが見せてくれたわ。彼女はまだ父親のサイモンのことを気にかけているみたいよ。今のところ全員無事だと聞いて涙を浮かべてたわ。ん？私はどうかって？ファルコ、彼を父親として見ることを期待しているのかしら。でも他の人みたいに娘として心配してあげるのは無理よ。十分な勇気と強さがなければあれほど大勢を率いる資格なんてない。そういう実力を持った人なんだから私たちが心配してもしょうがないわ。そういえば
彼は考えがまとまったのかしら。一人前になるにはまだ道のりは長いようね。でも人それぞれ生き方は違うものよ。いいと思うわ。君たちも無駄働きじゃなかったってことね。祭りの日まで頑張って、ようやく丸一日酒場で過ごせると思ったのに、まさかこっちの方が忙しいなんて。こんなところに隠れていても気が休まらないわ。ビクトリアとダリアに見つかったら合唱への参加を強いられるかもしれないもの。はぁ、こんな祭り早く終わってほしいわ。穏やか、心地いい風。ああ、手紙のメッセージ、感謝したい。会いたい。ルピカも寂しがっている。俺はもう成長した。人間のパパとママについて教えてもらいたい。二人の声、聞こえた。人間のパパとママ、冒険者、多分生き残れなかったって師匠が言ってた。俺には木箱がある。中には友達がくれたお宝が入ってる。俺の一番大切な宝物。人間のパパとママの木箱の中には俺のことが。昔俺は一人ぼっちだと思ってた。ルピカしかいなかった。今は友達がいっぱい。みんな俺を助けてくれるし、俺もみんなを助ける。人間もそうだし、狼もそう。俺はモンド城の中と外の架け橋。こんなところに来るなんて、もしかして風に漂うお酒の香りをたどってきたのかい？いいよ、君の声をもっと聞きたいところだったんだ。祝福？ああ、あれのことだね。ここだけの話、みんなが杯をあげるとき、願い事を口にしなくて助かったよ。さもないと僕のメンツが、ね。だって風神バルバトスにできることは限られてるから。遠い過去からの風を吹き起こすために僕はすっごく長い深呼吸をせざるを得なかった。息を整えるのがやっとだったんだよ。すくすくと育っているあの子を見てほっとしたよ。この話し方だとなんだかおじいちゃんっぽくなっちゃうな。今回は彼を応援してくれた友人と君たちのおかげだね。善良で優しくてロマンと自由も兼ね備えてる。さすがシードル湖の水を飲んで育ったモンド人だ。君については安心して。君は僕が会った人の中でも一番優しいから。いやー、こんな素敵なお祭りなんだよ。お腹いっぱい飲んだに決まってるじゃないか。でもブリーズデイ当日、みんながとっておきのお酒を持ってくるなんて予想してなかったよ。はぁ、匂いを嗅ぐだけでうっとりしちゃうな。もうちょっとだけ我慢しないと。実は最後にこっそりと2本拝借したんだけどね。